一般社団法人日本小動物獣医師会は、臨床獣医師によって構成される団体である。2008年12月10日に法人化され、一般社団法人となった。社会の要請に対応すべく、日本小動物獣医師会は小動物獣医学術の向上と獣医療の適正な運営を図ることにより、動物愛護精神の向上と公衆衛生、 社会福祉の発展に寄与することを目的として、小動物獣医学術の振興、調査研究のほか各種事業を行っている。郵便番号105-0004東京都、港区新橋5丁目12番2号、大鳥名社ビル5階一般社団法人2本、小動物獣医師会、獣医療を通じて、いかに社会に貢献するかをモットーとして、事業を推進している。 臨床研修が獣医師法に規定されているが、小動物臨床について公的な診療施設がない。そこで、会員獣医師が施設提供して、生涯教育や卒後教育研修セミナーを開催している。1960年代前半、従来畜産動物を主な診療対象としていた獣医師のほかに開業して、小動物の臨床にあたる獣医師が増加していた。 そこで全国の開業獣医師と小動物の学会を統一した組織の設立が検討されていた。当時、国策は畜産振興の方向を示していたこともあり、開業して臨床に当たる組織が要望されたのである。そのような中、東京畜研問題がマスコミに報じられ、社会問題となった。これは犬を投資の対象とした。 離職商法と獣医師を地域テリトリー制に組織して、地域の権利を契約金として集めたというものであった。当初は外国より血統の良い犬を輸入したり上質なカタログで宣伝したりしていたが、やがてペーパー商法の様相を呈し、違法な薬品販売を行うようになり、そして出資金を左取するという事件になった。これをきっかけに小動物界に危機を感じた。 臨床獣医師によって、日本獣医師会の中の東京地区県問題対策協議会と六大都市連絡協議会を母体として、全日本小動物臨床獣医師協議会を設立した。日本小動物獣医師会では、会員獣医師を臨床、会業獣医師としている。一般的にはペットを対象とする医療行為を行う獣医師と言える。したがって、小動物とは犬。 猫、ハムスター、ウサギ、フェレット、小鳥、爬虫類などのペットを刺すと定義してよい。反面、大動物とは、畜産動物を指す。牛、馬、豚などがこれにあたるが、食用や、採卵用の鳥、毛皮用のウサギや、ミンクなども大動物ということができる。英語圏では、スモールアニマルという表現を用いており、世界的に愛玩動物を総称して、 小動物と呼称しており、各国の獣医師団体も同様の表現を採用している。なお、ハムスター、ウサギ、フェレット、小鳥、爬虫類などの小さなペットは総称して、エキゾチックアニマルと呼ばれることが多い。日本小動物獣医師会では、動物看護師の資格を認定し、以下の学校で人材を養成している。北海道、東北エリア、関東エリア、 甲信越エリア、北陸エリア、東海エリア、近畿エリア中国、四国エリア九州、沖縄エリア。ありがとうございます。